で、マジシャンというのはよく美女を、ね、箱に閉じ込めたり空中に浮かしたりします。あまり自分の体を使おうとはしません。なぜか、めんどくさいから、ね、今日はですね、こういうものを持ってきました。鉄板です。この額縁いっぱいの鉄板が入ってます。決めてきます。ハンマー、1枚の鋼鉄製です。額縁に戻しておきます。扉を閉めます。私は今から後ろに移動します。そして前に出てます。3つの方法があります。1つは走ってきて飛び越える。もう1つは下をくぐる。もう一つはこの鉄板を貫通して前に歩いていく。どれが一番難しいと思いますか？私の年齢だと走って飛ぶのが一番きついです。まだ貫通した方が楽です。カーテン、こちらのカーテン、そもそも何が起こったかわからない。まあ何らかといっても怪しいものは怪しいですよね。